はい、皆さん、こんにちは。スタジオマリさんです。ロケットストーブをというものをちょっと買ってみたんですけど、剪定ゴミが出て、まあ、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、焼いて堆肥にしたり、突き込んだりしてる人がいたので、なんか面白そうだったので、ちょっと買ってみました。で、まあ、ロケットストーブなんですけど、まあ、煙が少ないということだったので、まあいいかなと思って買ったんですけど、まあ住んでるところで、まあ条例によっても違うでしょうし、まあ住んでるところでできるかどうかっていうのをちゃんと調べてからやらないといけないかなと思いました。まあうちの地域だと、まあ消防署に一応やるときには電話して、で剪定ごみを焼却するのでというので、届けを毎回出すようにしています。で、まあ、組み立てなんですけど、まあ、ネジで、まあ、止めるだけで、あとはなんかプレートを差し込んで、でカンカンの中に入れるだけなんですけど、まあ本当にこんな感じで大丈夫なのかっていう感じだったんですけど、まあ、書いてある通りにやってみました。ほんで、まあ、この煙突がですね、ちょっとなかなかこう入んなかったんですけど、下ギュッと潰したらグッと入ったので、まあ、こんなもんなんかなって感じでした。うん、まあ、ギュッとやったら入りましたね、今。うん、で、まあ、特に、組み立ては全然簡単だったので、まあ、こんな感じで。で、なんか、この煙突がなんか日光あるのがちょっと全然意味がよくわかんなかったんですけど、長くできるのかなって感じですね。うん。これちょっとなんで2本ついてるのかちょっとなんか教えてほしいですね。うん、で、ちょっとに、畑に行って、剪定ゴミを、もう早速燃やしてみましたが、まあ、まず小さいものから入れて、で、火を起こそうかなと思いました。で、下にちょっと新聞紙なんかをちょろっと入れたんですけど、まあ、ちょっと助けになるかなと思いました。で、他の方の動画で着火はなんかバーナーでビャッとやってたので、僕もそれをやってみました。結構すぐ火がつく感じだったんですけど、最初ちょっとやっぱり燃え始めが煙が結構出ましたけど、まあ、それもすぐ落ち着いたので、まあ、こんなもんなんかなと思ったんですけど、ちょっと最初なのでちょっと全然よくわかんないんですけど、とりあえずこう炎をこう着火して炎がパーッとついていくと、この煙突の方に、今煙がすごいですね。そう、こんな感じで、つき始めは煙が結構出ます。で、まあ、細い枝から、まあ、徐々にくべて、まあ、太い枝にしていく感じなんですけど、まあ、ちょっと煙がきつかったので、まあ、バーナーでまた火を入れたら、まあ、煙が落ち着いたんですよね。まあ多分炎が煙突の方に入って、その煙も炎で焼き切るみたいな感じで、こう炎が上がってくるんですね、上に。で、この炎で煙も焼き切る感じで煙が少なくなるということだと思うんですけど、で、まあ一回ついちゃえば、上手にこう木をくべていけば炎がどん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 こう上がっていくので、上手になると思います。まあ今炎が落ち着いて、まあ上手にできたかなと思います。まあこんな感じですね。そう、上にやかんも置いてます。で、まあ今日は初回だったんであれなんですけど、まあ、また今度は
まあ上でマシュマロ焼いたり、まあ、お芋を中に入れて焼いたりなんかして楽しめたらなと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。それではまた。